おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルセカンドの時間でございますよ。さあ今日はですね、何をやってるのかって言ったらですね、ヘルメットマイクシステムだ。今日はステレオ分岐装置っていうのをですね装着しましたので、音声テストをする様子を皆さんにですね食らわしてみたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、音声分岐ステレオ装置っていうものをですね、なんかすごいややこしい名前言ってるんですけど、そういうものをですね装着して走ってるというわけなんでございますが、これがねステレオみたいにものすごく音声がうわ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 っとですね広がって取れてればいいなみたいなことをですね思ってるんですけど、どうかな。ただいまの時刻が3時17分というわけでございまして、だいぶですね日もですね傾いてきてからオレンジがかったですねそういう風景になってきてるんですけど、まだそうでもないかなまあね、そうは言ってもですねちょっと夕方っぽいなっていうところを走ってるんですけど、暑かったんだ今日はですね、ものすごくですね気温も高くなってっていう風な感じなんですけど、着るものがないよそうなんだ、夏のメッシュジャケットっていうものはですね持ってるんですけど、冬の服とね、この中途半端な時期に着るものがですね全くないっていうところにですね今ですね大津さんはですね直面してるというわけでございます。皆さんどんな服着てるんかな。春とか秋の服ってですねライディングジャケット、そういうものが売ってるのかどうかっていうのもですねちょっとね気にはなってるというわけでございます。でも春と秋のライディングジャケットってから着る機会があんまりないなっていうところで、今のままでいいのかな。うわー、よく風強いなおいそういうこともですね思うわけでございます。いつものセブンイレブンのところに、おーライダーさんのバイクが止まってるの、おーライダーさん止まってますなみたいなところもですね、おーあのこっちはなんかやってるぞみたいなこともですね思うわけでございます。おや、後ろについてるのはジオファクトリーさんじゃないかじゃあこんにちははい、そういうこともあるわけでございます。ジオファクトリーさんは今日レース参戦のためにお店が休みでございました。ここ最近ハンター株にですねオイルクーラーつけたり冷却パーツだみたいな、ブレーキのですね強化品だみたいなことばっかりやっていたんですけど、撮影機材もね今日こうやってテストしてるんですけど、こいつも不具合を抱えていますんで、なんとかしなくちゃいけないなっていうところもですね感じてるわけでございまして、今考えてるのは撮影機材じゃないんですけど、ハンター株にですね安全運転維持装置っていうのをですねつけようかなっていうふうにですね思ってるんですよ。安全運転維持装置なんじゃそれっていうふうにですね思われてる方いらっしゃると思うんですけど、早い話がですねレーダー探知機だレーダー探知機の古いやつをですね2回ごそごそ漁っていたらですね出てきたというわけでございますので、ちょっとそいつをですねつけてやろうかなっていうふうにですね思っております。今頃はですねレーダー探知機みたいなことはですね言わないんですよ。安全運転維持装置っていうらしいですよ。本当かどうか知らないけどね、そのくらいかな。安全運転維持装置つけて、あんまりこの辺にゴテ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 いっぱい部品つけたくないんですよね、うん、そうは言ってもかなり今ゴテゴテなってるなっていうところもですね、うん、整理しないといけないねこの辺も。とは言ってもですねある程度なんかひっついていないとですね、逆に小津さんハンター株 CT125 をですね初めて納車されて走った時に何感じたのかって言ったらですね、何にもついてないじゃんみたいなことをですね思ったわけでございますので、ある程度はですねちょっとこの辺にぎやかになっていないとですね寂しいな、ロングツーリングしてる時に心細いなみたいなこともですね思うわけでございます。そんなこんなにながらですね、時刻は3時25分になりまして、いつもの福富町に向かって走ってるんですけど、あんまりライダーさんとすれ違わないなっていうところをですね感じております。日曜日でございますので、もう早めに家に帰ってですねビールでも引っ掛けてるのかなみたいなことをですね思ってるわけでございます。夕方に飲むビールはですね最高だぞ今の季節はっていうところもですね思うわけでございます。もちろんですね大津さんもですねお家に帰ったらですねね、もう今の時期でございますのでビール飲もうかなみたいなこともですね思っております。どうでもええこと喋りながら走りますよ、うん、セカンドチャンネルでもありますし、マイクテストですからね、そういうことも喋っちゃうよ。それではこちらの交差点を左折して福富町方面ですね、ほら福富ってから書いてあるでしょ、こっちの方に登っていきます。
今でこそ YouTube をやっていますので、この道をですね行ったり来たりみたいな動画をですねよく撮ってるというわけなんでございますが、 YouTube をやり始める前からですね、ここはですね土曜日日曜日って言ったらこの時間、夕方のですね3時半とかですね4時ぐらいにですね小津さんオートバイに乗ってよく通っておりました。1週間に一遍しかオートバイに乗れませんでしたので、オイルをですね回すためにですね福富町っていうところにですねよく行ってたというわけでございます。自宅から往復したらですね1時間ちょっとぐらいでございますので、エンジンオイル回すにはですねちょうどいい町でございます福富町。そんなこんな言いながら東広島市は福富町に入ってまいりました。今日はですね気温も高いというわけでございますので、油温がですね最高で110度まで上がりました。もはやマイクテストかオイルクーラーのテストかですねわからないような状態にはなってきてるんですけど、一応まあそういうこともですね試してるというわけでございます。峠道をですね下ってるというわけなんでございますが、ご覧の通りですね日陰のですねちょっと涼しいなっていうようなですね峠道を下っております。油温もですね 97.2 っていう感じでですねどん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 下がってきております。オイルクーラーはねノーマルエンジンだからといってですねいらせんよそんなものみたいなことをですね思われる方もいらっしゃると思うんですけど、そこそこねなんかやっちゃうよみたいな方はですねあった方がいいよ、やっぱりオイルクーラーは。もう一つお伝えしたいことはですね、小津さんの動画を好んで見る方っていうのはですねだいたいおかしい人がおかしい人が多いという方は悪いんですけど、あ景色なんかどうでもええよ、走るんよわしはとにかく走るんよ、走り続けるんよ、ケツが爆発するまでっていう方がですね大多数を占めてらっしゃると思いますので、そういう方はですね冷却対策としてですねいろんなことやるのがですね楽しいですよっていうふうにですね思うわけでございます。そうなんだよな、なんか視聴者さんですね景色がどうたらこうたらみたいなコメントがあんまり入ってこないんですよ。おかしい人ばっかりがですね視聴者多いんじゃないかなみたいなことをですね思っております。セカンドチャンネルですから言うんですけど、ほれほれなんかハンター株を買ってからちょっとその辺走ってラツーとかキャンプとかですね林道をちょっと走ってきましたみたいな人がねあんまりいないんじゃないかなって思うんですよね。もうとにかくもうバカみたいって言っちゃ悪いんですけど、バカみたいにですね走り上げるみたいなですね、大津さんもまあどっちかって言ったらそんな感じなんですけど、そのタイプが多いんじゃないかな。まあ嬉しいんですけどね。昔の偉い人が言ったじゃないですか、類は類を呼ぶみたいなですねそんな感じになってるのかな。話全然変わるんですけど、大津さんヘルメットのシールドっていつも透明シールドで走ってるんですよ。夜中走る機会も多いんで、んでねこれあるのかな、省エイの Z7 っていうシールドじゃなかったヘルメットかぶってるんですけど、省エイの Z7 ですよ、 UV カットの透明のシールド。ちょっと待ってね、こんにちはこんにちはこんにちは、スタンディングですね。最後の方はですねおケツが大爆発してるんじゃなかろうかっていうですね勝手な解釈をですね踏まえながらですね、省エイの Z7 のシールド透明のやつで UV カットのやつがあったら欲しいです。売ってるのかな。なんかそうなんだよな、ちょっとそれ欲しいなって思っております。そんなわけでございまして、本日はステレオ分岐コネクタ装置のマイクのテストの様子を、なんかそんな名前だったっけ、まあそういうことをですねやってきた様子をお届けいたしました。ではでは。